されば、昔は、一歳の男は父なり、女は母なり、かる間、症状せせに皆、皆恩ある主状なれば、皆仏になれと思うべきなり。上野殿、ご消則、ひとくし恩のこと。そもそも、 過去世の昔をたどれば、一切の男は自分の父であり、女は母であると。それゆえ、少状せせに、皆恩ある人々なので、皆が仏になってほしいと願うべきであると。人のためによる。 火をともせば人の明るきのみならず我が身も明かしされば人の色を増せば我が色増し人の力を増せば我が力増さり人の命を昇れば我が命の昇るなりと 餌食御これは審判の御書全集に載っております。人のために夜、火を灯せば、照らされて人が明るいだけではなくと、自分自身も明るくなると、それゆえ人の色,色艶を増せば、 自分の色艶も増し、人の力を増せば、自分の力も増さり、人の寿命を延ばせば、自分の寿命も伸びるのであるということですね。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。すでに登録してくださっている皆様もありがとうございます。では次回の動画でお会いしましょう。